どうも、お疲れ様です。Google マップにはローカルガイドっていう制度がありまして、Google マップに口コミを書いたり、写真を投稿すると、レベル1からレベル10までの Google による評価があるんですね。で、私の場合はレベル9になって、もう何年か経つんですけども、いや今年はレベル10、マックスに行くんじゃないかなっていうふうに思いながらやっていたんですけども、やっぱりね、レベル9までとレベル10までの道のりって本当に全然違うんですね。2年ぐらいかかっても全然レベル10に行かないんですよ。まあ現在62,797ポイントですけども、まだまだね、活動が必要みたいです。まあ Google の本社には何度も招かれていて、Google のローカルガイドってのもなかなかね、侮れないなと思うわけですけども、ちなみに、ね、私の投稿は8月に10万飛んで107万飛んで1109回閲覧されてるんですね。凄まじいですね。で、新しくポイントは1053で投稿件数が191ということですから、まだまだ投稿がいるなと思いますね。そうか。新しいバッジまで、まだ少しということなんですけども、もう少しで口コミマスターバッジを手に入れます。今月は12週連続で投稿されました。写真の閲覧回数の増加。だいぶ見られてますね。964,565 回。いや、でも、道のりは、なかなか険しいですね。まあ、今年中にレベル10、このペースなら来年も行かないですね。まだまだ時間かかりそうです。我慢なんですかね。はい、それでは。